いろはにほへと図書館からのお知らせです。寒いですね。桜の開花宣言がどこかで出ていましたのにね。本当にあとちょっとの辛抱ですね。自由気ままな小さな小さな移動図書館いろはにほへとのちょっと懐かしい本や隠れた名作、作者がわからないものや手作りのおばあちゃんのレシピの本などなど取り揃えております。当店は日の出から夕方までの営業、屋根の風見取りがないときは休館となっております。桜あんパンお好きですか？苦手な方にはクリームパン、ホットには粉コーヒーお召し上がりください。本日ご紹介の本は簡単犬ご飯、ランちゃんのために作られたお食事の本ですね。うち病気、生活習慣病を撃退、目やに涙やけ、毛の変色、脱色、口臭、体臭、湿疹、肥満、糖尿病、肝臓病、愛情こもった簡単おじやや愛犬元気、アレルギー体質で変色していた毛が真っ白になりました、無理なくダイエットに成功しましたと作者の方からのね、お話も書いてある本です。中にはいろいろ手作りを始めた時の理由などが書かれてもありますね。アレルギー体質で白い犬のはずが手足や顎の毛が茶色い犬のようになってしまいました。正直毛が茶色いのは仕方がないなぁと諦めていましたが、一番困っていたのは毎年春先になると皮膚や毛が油っぽくなってかゆがってね、かわいそうなので、そんな時にこの本に出会いました。手作り食を始めてからの体調は少しずつ少しずつ毛の色がね、白く戻っていきましたとか、こう経過報告なども書いてある本です。ぜひ、ワンちゃんのためにチャレンジしてみるのもいいかと思います。そして今日はもう一つ本を紹介しますね。この本を見たらきっとみんなドキッとする本ですね。あウルトラマン大百科、本屋さんにねこの本があったらちょっと一回は覗いてみたくなるのではないでしょうか。今日もクリスタル図書館ではお貸ししたいと思います。さあ、あなたの街にもきっと隠れていそうな日常を忘れる空間、ここではゆっくり時間が流れます。またのご来店お待ちしております。人生のほんの一瞬ご一緒できましたことに感謝申し上げます。どうでしょう？いいいい、シンプルメッセージ。